ペルセ岩は、切り立った崖と、壮大な天然鏡を持つ岩だらけの無人島である。島は、カナダガスペ半島の東端、セントローレンス湾にあり、ケベック州の村ペルセと向かい合っている。沖合に浮かぶボナバンテュール島と共に、ペルセ岩は、セパックが管理を行ういるボナバンテュールエデュロシエペルセ国立公園の一部となっている。ペルセ岩は、ガスペ半島最大のシンボルとみなされている。 島は3億7500万年前に生じた石灰岩の海食柱で長さ433メートル、幅90メートル、標高最高地点88メートルである。岩の重量は500万トンと推測される。天然橋そのものは15メートルの高さがある。ペルセ岩は干潮時に現れるトンボロによって本土とつながっている。その台地の上に、 植物の薄い植生を持ち、島は、海鳥の避難所として機能し、大橋海ガラス、海ガラス、はじろう海場と、三つ指カ,モメカワウ、ミミ耳姫ウ、セグロカモメ、オオカモメ、クロアカモメが集まる。二つの天然鏡を持つペルセイワ。1760年に、ガクハーベースミスが描いた絵画かつて、ペルセイワは,は、大陸とつながっていた。16世紀初め、 フランスの初期の航海者、ジャック・カルティエはこの地に到着し、岩層に3つの天然鏡があることに気がついた。長い時間の間に、これらのうち2つの天然鏡が姿を消した。2つ目の天然鏡の崩壊は1845年6月17日に発生し、柱は岩から離れ、オベリスクと呼ばれるようになった。現在残る天然鏡は、 約400年後に姿を消すと推定されている。20世紀初頭から旅行者たちがガスペ、ペルセ、ボナバンテュール島を訪れるようになった。ブランシュド・ボーモンはペルセ岩に立つというケベックの伝説的な女性である。ノルマンディ生まれの美しいブランシュド・ボーモンは16歳の時に熱愛する騎士レーモンド・ネラックと婚約した。騎士は 色恋族と戦うためブランシュを残して、ヌーベルフランスへ旅立った。ブランシュは騎士を追いかけて、ヌーベルフランスへ向かった。しかし、ブランシュの乗った船は海賊に攻撃され、海賊の船長は捕らえたブランシュと結婚することにした。彼女は運命を受け入れるふりをしたが、結婚式の日、乗組員たちの目の前で水中に飛び込み、海の中に姿を消した。次の夜、 海賊船は濃い霧に巻き込まれた。海賊船が霧から脱すると巨大な岩と対峙していることに気づいた。恐れをののく乗組委員たちは岩の頂上にベールをかぶった人物がいるのを見た。彼らはそれがブランシュだと気づいた。これが海賊への呪いの始まりであり、海賊船は岩に変えられた。騎士ネラックは色濃い族に殺害された。伝説によれば、 ペルセイワに霧が出ると、キシネラックを探すブランシュの姿を垣間見るという。アンドレ・ブルトンは、秘宝17番において、彼を魅了したガスペ半島とペルセイワを呼び起こしている。1946年、詩人、イヴァン・ゴルは、ペルセイワに触発された、詩、レミトデーラ・ローチ・パーシーを書いている。ありがとうございます。